こんばんは。どうもです。もう少しって言ったのに1時間弱待たせてしまってごめんなさい。全然もう少しはなかったです。帰ってきました。こんばんは。ハロー。久々に自分のね、なんかここのいつもの感じでやりますね。しかも夜は久々かも。3日間ぐらい、2日間かな、3日間か、3日間ぐらいなんかいつもと違う時間に配信してたのでね。あんまね、やっとこの時間。そう、でもちょっと明日も朝がそうちょっとあるので20分ぐらいで配信をはやらせていただきます。ごめんなさい、本当に遅れてきたくせに本当にごめんなさい。全然もう少しじゃなかったくせにごめんなさい。もう少しですって言って今までで一番遅い時間、遅くなっちゃったかも。ごめんね。優しいねみんな。山、どこの山登ってたのって。富士山。もう寝です、本当にたくさん寝ます。スイーツ？スイーツって？初見タイポンヌさん、いらっしゃいです。こんにちは、こんばんは。だったテスト頑張って。アンパンマンチョコ美味しかった、美味しかった。あ、ショコと、あね、食べた食べた。で見て、髪の毛がここまである、超長い。うっす、引っかかってただけだった。あれ、今何の話してたっけ、全然思い出せない。そうだ、ショーク、あ、ツイッターにショークのしてくれたってことかな。見よ、え、てかショーク写真撮り方うまくね、3枚目。うまくね。そう、ショークとカフェ行った、ちょっと前に。ショコアン、さすがやっぱ現役 JK は違うのか。リアル JK はラスト JK でしょ。証拠やっぱ現代的ですね、撮り方がね。ちょっとおばさんになったのかな、私22なんですけど、やばい。世間的にはあのイコラブの中ではね、年上。聞いてください、最近本当に周りのスタッフさんとか、なんだろうな、ダンスのなんか方とか、トレーナーさんとか、いろんなコンサートとかのスタッフさんとか、制作側のとか、いろんな本当に周りのヘアメイクさんだとスタッフさんが、こう新しく入ってきてきた方とかが、結構本当に私の方が年上とか、私と同い年とか、そう、リサノンの世代、私とミリニア世代、サナ世代、この3つの世代がめっちゃ多くて、そう、最近なんかこう20代前半かなっていう方とかに何歳ですかって聞いたら、大体私と同い年とかめっちゃ多いんですよ、その3つの世代のどっかなんですよ。そうだからね、なんかそういう世代なんやなって思ってびっくりしてます。そうだから、そういう年なんだなって自分が思いますね。ミレイちゃん配信してるの。ピンクエンジェル世代にさすがにちょっと、ピンクエンジェル世代がスタッフさんだったらちょっとびっくりしちゃうな。ちょっとそれは。ねえ、ショコちゃんと同い年でラスト JK ですね。22は新卒になるからって。22は新卒、そっか、じゃあちょうど一番私の
年が今新社会人になった方が多いのかな。ね、なんかこれからどんどん年が私の方が上でっていうスタッフさんとか増えるのかなって思ったらちょっとねドキドキしますね。めっちゃドキドキする、なんかなんか緊張する、恥ずかしいですね。若い子増えますね。あ、4月から増える、あ、これから増えるってことか。なるほどね、圧かけないですよ。ニコラブのマネージャーさんは大変ですよ本当に。いつも本当にありがたいです。きっと大変ですよ、お母さんみたいな、もう本当お世話。ダメですね、そんなお世話ねしかけたら。オロナミン C の用意が大変。そこですか、お世話好き本当。いやー、イコラブのお世話は好きじゃないかもしれないですよ。大変かもしれないよ。アイドルは何歳まで、アイドルにね年齢なんてねないです。いや、アンナ逆だから、耳大きいから。ホースさんじゃん。オルナミン C や瓶だから重たい、そういう問題なのかな。イコラブのマネージャーになりたい。いや大変だよ、自分で言うのもなんだけど。髪型おしゃれ？そうですか、ただのた何もしてないですけど、はい、スクワットはしてないんですけど、筋トレはもうね今日したので、ちょっと15分しか、ちょっと今日あれなのに15分20分しかなのにここで筋トレをするとね本当に謎なので、お風呂上がりじゃないですよ。喜んで買い出し行きまして、顔がすっきりして嬉しいんだけど本当。バランスボール？え、どうやって膨らませた？普通になんかショポショポショポってなんか黄色と青みたいなやつ。そうだよ、12人のノイミーちゃんもいるから24人の大変ですよ。キャータンが高校生、そうだね、 JC がいなくなる。はじめまして、オジュンさん、はじめまして。逆にお金払うからパシられたいの。スクワットしてんの、アルホさん。3日ぶりショールームね、夜全然できなかったから、学生の方は結構ねあれだったりする時間だったな。カメを売れようねって。頑張ります。コツアンさん、クマありがとうございます。ヤータムさん、初見ありがとうございます。うん、しかもまあ昨日一昨日もう20分とか2、30分ぐらいしか配信できてなくて、今日もなので、まあ明日の夜はわかんないんですけど、今日よりは長く明日の夜は配信します。カメはノイトネーション、カメオです。多分カメオってなんかカメオカメオカメオ、うん、カメオじゃない、カメコじゃないですよ。広島行くの、大橋ちゃん、最近コラボハマったって、エビイカさんありがとうございます。コラブぜひツアーとかもねあるので遊びに来てください。新曲楽しみにしててください。お渡し会渋谷、あー、みんなでのやつかな、ありがとうございます。私会はファンクラブとか関係ないですよ全然。広島案内したいよ。ヒコラブでアンが好きな曲ですか、なんか踊るのが好きな曲、聴くのが好きな曲、歌うのが好きな曲とかなんかねそれぞれある。そう、
お渡し会はあれですよ、あのポストカードかな、そうポストカード、それぞれ教えて何を、なんだポストカードやねって、クマイカさん、そうです、クマイカさんキャッチ、キャッチされてる、抹茶さん神曲しか、そうですね、本当になんかカップリングがカップリングじゃないみたい、なんて言うんだろう、そう捨て曲がないってねよく言われてる。バレンタインね、キャータンとイオリからもらったよ。ああ3月に頑張りたいと思ってる。そう私は、うん、何リサのインスタの画像ってオッケーですかって、何何載せたの、昨日見たよ、昨日のじゃなくて、ああのなんかパジャマのやつ可愛いじゃん、なんで可愛いじゃん、ありよりのありでしょ。バレンタインは今年ゼロだった、どんまい何時セクシー爆発、ええやん21なんやから釣られてるんやろみんな、ええやんええやん刺激が落ちる、子供ですね本当にじゃあ抹茶って呼ぶね抹茶、生チョコいいな、生チョコ普通に食べたい、そうでも今セブンで売ってますからね、ありがたい、うん、2回も買っちゃった。はなちゃんの最新ツイートがセクシーって、みんなすぐそういうの反応するんやからな、サナが黒髪にしてセクシーって、うん、みんなそういうことばっかり、本当にもう困ったもんだ。866覚えたのに日に日に忘れるって、そうだよね、どこにも音源がないですもんね、ね。ありがとうアミちゃん、ランちゃんもセクシーだから当たり前じゃん、22の色気バンバン出ちゃうって感じ私がファンだったイコラブの握手会行きたいですよ、だってみんな神対応やもん、善悪がいいやん、善悪あれしたやん、なんだっけよく YouTuber さんとかがやっとるさ、なんか CD 買って生写真を開封して生写真当たったメンバーがいるレーンに行くっていうのやってみたい、楽しそうじゃない、そういうなんか誰に行くかも分からず生写真出たメンバーがあもう運命なんだって思って行くみたいな、楽しそう、時間、あ今ちょっと声がガサガサなだけ、そうなんかガサガサですよね、今度やってみるねって、アンナのことじゃ生写真出してアンナ弾いてください、うん、別に喉痛くないんだけどめっちゃガサガサしてんだよね、いやもちろんね推しメンが決まってる方はね推しメンだけど、まだ決まってないよって方はもしかしたらそういう風に運命の出会いというものを決めるべきなのかもしれないでそこで釣られるかもしれないし、ラグーナ見に一旦来てくれたんですか、ありがとうございます、ありがとうございます、初めて買った生写真で直筆、私のいやん、なかなか推しが出ないって、頑張って、諦めないで、私たち人数そんなに多くないからいずれ出るよリアルな回答直筆出た、ほんと推しは出ないものなの、推しは集めるものなのなんで推しの写真は出ない説ってそんなのあるの、出ない説の子、そんなこと聞いたことなかったよ、そうなんだ、へえー、あんちゃんのだけ弾けないとか、推しは出ないってめっちゃみんな言ってる、えー、なんでなんですか、欲が出ると逃げちゃう、へえ、オタクあるある、それさマヨラボ誰か送った、マヨラボに、マジ、押し出したことないって、めっちゃあるあるですね、そうなんだ、だからみんなすぐあの譲ると求めるしてんの
私も一回ツイッターでちょっとふざけてやったけど、イコプレしか出たことないコンテンツ。じゃあマジで、みんなトレするんやろ、大好きじゃんトレ。他のグループでも推し出ない。あ、そうなんですね。へえ。アンナデポン、あああれね、ツインテールのやつね。アンナ出ない。そう、でもみんな同じ確率のはずよ。サインとか、アンちゃんサイン書いてないです。いや書いてますから、だいぶ多分世にはねあるよ。みんな同じ枚数書いてますからね、きっとあるはずですよ。200開封が大変なの。いつもアナちゃん出るよって、ナナミンちゃん運命感じるって、あら嬉しいです。どのぐらい枚数かわかんない、知らない。書いとる人が知らないとか嘘やんって思われるよね。裏コメ、裏コメは書いてないよ、生写真表だけ。次いつ歌ってくれるのって、ショールームで。へえ、分かんない。分かんない。コメントですか。なんかね、いっぱい思いつくときは結構ねマジでね全部に違うこと書いたりしてるときもあるし、あんまり思いつかないときは同じようなことたまに書いたり、ハートの形変えたり星にしたりとかいろいろしてます。裏コメって何？ハッスルプレスの方は書いてますけど、でも普通生自身は多分誰も書いてないよ、表に書くよみんな。まあサインとかだけどね。止まってくれてありがとう。どういうこと？何の？コメントをいろんな言語で書く、どういうこと？もう全然わからん話がついてけれくだった。裏コメは、なんかほんまにその場の気分、ほんまに今日はなんちゃら食べましたとか、今メンバーが目の前にいてなんちゃらを食べてますとか、今日の朝ごはんなんちゃらですかとか、もうたまにほんまにやばいやばいっていうか、自分の情報とかメンバーの情報じゃないこと書いたり、今日は今日の部屋さんは朝ごはんなんちゃら食べたそうですとか、ほんまになんかんっていうコメント書いちゃうときあるけど。ひじき食べましたって書いてあったって、恥ずかしいから報告しないでもらっていいかな。のんのんのね五七五もるよね、なんかのねやつの時に五七五書いとって、でずっと隣で見とってもめっちゃ笑ったもん。そう、めっちゃ自由ですよ。でも裏コメはハッスルプレスさんだっけ、のんのは五七五の天才だから。そう、アナ五七五無理だ、五七五は無理、アナ適当あいう作文が好きだから。そう、2月でそう裏コメは最後になります。だからレアです。そう、そんな感じです。頭の回転遅いからさ、早くなりたい、くるくるっとなりたいですね。みんなの元にね最後裏コメが届きますように。そろそろちょっと今日は終わらせていただきたいなと思います。お疲れ様って、ありがとうございます。短くてごめんなさい、本当に。
明日またいつもじゃない、今日よりは長く配信しますね。明日は夜配信です。NHK 行きます。もう当たったの？待ってる。ランキング見ます。13位ユーシスさん、12位がケンヨパチさん、11位がユカリン、10位がムーミンパパさん、9位がレグルスさん、8位がセイタ、7位がサクラさん、6位がトモ、5位が MKT さん、4位がキッシーさんですかーさん、3位がタケシさん、2位がこちゃんさん、1位がさしなゆいさんです。ありがとうございます。へい、1人目ジッスン、2人目アイリちゃん、3人目あおみんさんです。ランダム、はい、ありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんチョキ。おやすみとボール弁当箱、久々にこれを本当にお休みの時間で言えますね。おやすみとボール弁当箱、おやすみなさい。明日も一日頑張りましょう。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ、おやすみ。